6月9日、苫小牧市文化交流センターを会場にイマジンコンサートが開催されました。どうぞよろしくお願いいたします。これは市民団体ピースプロジェクト苫小牧が主催したもので、平和を願う催しとして毎年行われている恒例のコンサートです。自分たちで作り上げていく。12回目となる今回は、アイキャン核兵器廃絶国際キャンペーンのノーベル賞受賞記念と、東日本大震災胆振東部地震からの復興支援を掲げ、イベントが開催されました。3部構成で行われたコンサートの第1部は、 SSC 苫小牧少年少女合唱団、カトリック苫小牧教会の聖歌隊、むかわ町で活動するもみじコーラスが出演し、歌声を披露しました。平和の願いを込めて教会の鐘を鳴らす、アンジェラスの鐘を鳴らす。